ぴょんぴょんぴょーん、おはようございます。釣り子 TV です。今日の動画はですね、こんな組み合わせですね、ジャッカルのハニーナゲットね、これでバスが釣れたよって、こういった動画です。ぜひご覧ください。はい、ジャッカルのハニーナゲット、ミルクイバスだね、これね。ちょっと小粒だけど、うん、ナイスだ、ね、じゃあ逃がしてあげます。ハニーナゲット、はい。でタックルはね、こういう小さなフリーリグ、ね、にオフセットフック、まあフリーリグの仕掛けにして、グラビアスに20ポンドのフロロカーボンライン、それにH パワーのファンタジスタ、こんな組み合わせで食ってきましたよ。はい、というわけでね、帰ってきたんですけども、こんな感じのね、あのセッティングで使ってたんですけども、はい、こんな感じ、フリーリグなんですけども、ポイントとしてはですね、このめちゃくちゃ小さなシンカー、これこれでねフリーリグをやったよっていう感じでね、スルスルスルってね、こう動き回ってくれて、後ろからこのねワームが追従していくっていうね、こういう仕掛けなんですけども、まあこれでね、なんかフリーリグなんで、結構これの特有なこうスパイラルプラスなんか平坦に落ちていくハニーナゲットアクションっていうんですかね、これも活かしやすいし、でノーシンカーよりはちょっと入れ込めるしね、でもね、重りが軽いからスタックしないしっていうね、こういう組み合わせだったんですね。でポイントとしてはですね、ちょっとカバー多めの場所だったんで、今回このグラビアスでね、投げてますけども、ラインがですね、最近ハマってるフロロカーボンのね、これフロロマイスターの20ポンドなんですけども、ちょっとね太めの糸を使うことによって、でちょっとアンバランスかもしれないんですけども、こういうね極小のフリーリグにすることによって、よりこうふわーっとした動きがね、ラインの太さによってふわーっとさせるみたいなね、こんな演出ができるので、もしねよかったらね、こんな感じの組み合わせ、魚はね結構ねライン太くしてもねバクバク食ってきますんでね、やってみていただければどうかな、なんていう風に。そんな時にこういうね最近の高性能リールだとね、トラブルなく一日釣りが遊べちゃうな、なんていうところがありますんでね、ぜひ参考にしてみてください。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ジャッカルのですねハニーナゲット、これでねいいバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。